よし、こんにちは。というわけで、今日はまつげまで終わらせたいから、ゆりなは一生懸命メイクしていきます。さあ、やっていこう。もう昨日ね、ゆっくりね、なんかいろいろ話しながらやったから、今日はタッ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 とやっていきます。あの、昨日マジで、昨日はまつげしなかったけど、今日はまつげするから、ささっとやっていきたいと思います。まあそんな感じですね。今日はもうクッションファンデ使います。タッタッタッと、さあやっていけるんでしょうかね。絶対やっていけないと思いますけどね、やっていこうっていう、あの、意思だけ見せとくわ。なんかショールームはやっぱ喋んないといけないから、そこがね、終わる気配がね、マジ全然しないんだけど、まあいっか。まあ、終わんなかったら次の2時の配信でなんか急にメイクが完成してるみたいな面白い感じ。昨日もだってギリギリだったもんね。30分でまつげまでやったことないんだけど、ゆりな普段絶対やらんもん。もっと時間かけるもん。あの、顔はね、なんかかけないんだけど、あの、ファンデーションじゃないわ、なんだっけ、まつげはめっちゃ時間かかっちゃうんですよね。なんででしょう。私のまつげが短いのと、逆まつげすぎるのが原因なんですけど、なかなかまつげが上がらなくて、私のまつげって、それがね、一つのね、原因だと思います。こんな感じでファンデーションができたらコンシーラーで隠していきましょう。まあやってることは昨日と全く一緒なんで、まあ、その辺は割愛させていただきながらやっていきたいと思います。ちなみに皆さんはもうご飯食べました？なんかゆりなね、朝ごはん食べたのにね、マジ何ご飯っていう中途半端なタイミングでね、さっきご飯食べた。何なんだろうね、あのご飯。昼かな？時間的にはね、インスタのストーリー見ました？見てないか。いや、なんか食べたことあったから辛いのは知ってたんですけど、なんか久しぶりに食べたいなと思って買って帰っておいたんですよ、昨日食べようと思って。まあ食べてみたんだけど、まあ最初の方辛かったけど、なんかだんだん辛くもなくなってきた。なんかね、だんだんね、冷めてくるとね、なんか別にそこまで辛くないかって思ったけど、最初はマジで辛くて、チョコレート食べながら食べた今日。本当に辛かったマジで辛いね。前も食べたことあって、その時も辛いなって思って、私辛いのがね、超絶苦手なんですよ。そう、すっごい苦手なんですけど、あの、苦手だけど食べたくなる時ってありません？ちょっと興味本位で、ですっごい辛いんだったら無理だけど、あれってめちゃくちゃ辛いわけじゃないんですよ。でも私は辛いのが苦手だから、すっごい辛く感じるだけで、まあ、正直そこまで辛くはないと思う。しょっかのまで終わったぜ。部屋めっちゃ明るくない？イリナ窓開けてんの？窓開けてて、カーテン今開けてるからさ、ちょっと明るく見えるかなと思って開けてみたよん。さあ、お筆を出してうん、辛いのとチョコってどんな感じ？え、もう普通にね、あのね、美味しいよ。なんか普通は牛乳とかヨーグルトとかあればいいんだけど、ないから、ゆりなの今の家に。そうそう、牛乳さんとかが今
ないから、まあちょっと仕方ない、あるのがチョコレートしかなかったけん、やけんチョコレートで代用した。牛乳とかある人はね、牛乳飲みながらがめっちゃいいってよく言うけど、ゆりなはね牛乳嫌いで、 R1 もね今日はね朝飲んじゃったんだ。ゆりな飲んでたん見とった？一番朝の配信かなの時に実は飲んどったんよな、ゆりな。そう飲んどったんよ。すごい、ここまで10分もかかってないよ。早いぜ、ゆりなのメイク、イエーイ。どう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 、マジでまつげ長いけん。まあでもコンサートじゃないけん、すっごい丁寧に、なんかもう、まあコンサートの時はすっごいバチってあげちゃうねんけど、まあ普段やけん、しかも今日別にどこにも行かんけん、まあ別にそこまでなんかバッサバサにせんでもいいかなって思っとります。ナチュラル気味な感じでやっていこう。いや今日なんか本当は、あーめっちゃチーク入れちゃった、まあいいか。なんかゴリゴリにちょっときつい感じのメイクにしようかなって思ったんですけど、なんか口もちょっとダークっぽい色の赤にして、目もちょっとアイシャドウとか濃くしてやろうかなって思ったんだけど、なんか服装ね、なんかピンクのねこういう可愛いの着ちゃったから、それはまた今度でいいやと思って。そう思ってで、また今度にします。そう、可愛さ増してきた、ありがとう。もうブサイクだったからね、すっぴんは。メイクしないと可愛くいられないんで。あ、眉毛描くの忘れてた。熱も眉毛描くの忘れんねんな。眉毛生えてるからな、もともと結構。これが眉毛全然ない人やったら多分眉毛を一番最初に描くと思うねんけど。眉毛があるせいで眉毛をいつも存在を忘れちゃう。なんか眉毛すごい濃ゆなったんやけど、後でぼかすか。ゆりなさ、眉毛さ下がっとるけんさ、めっちゃ恥ずかしいねんな。そう、あ、大きいタワーが来てる。ちょっと待って、ちょっと待って、眉毛だけ、眉毛だけ描いたら読むから、ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー、はい、オッケー。大谷さん、大きい熊さんタワーありがとうございます。イエーイ、 Thank you。 はい、続きをやっていきましょう。今日まつげまでが目標やから急がんと。よし、あー、よし、オッケー。じゃあ次は、あ、涙袋変えていきましょう。あと20分、いける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 気がするよ。順調だ。
あまり今日フェイスのよう調子がよろしくないからな。まあみんな画面をこうやって仕上がっていくのだ。女って怖いだろう。はは。昨日と違う、今日はこっちのセザンヌのこの茶色のアイシャドウ使っていきます。昨日はキャンメイクのやつ使ったんだけど、今日はこっちを使ってみます。まあこれは気分ですね、ただ単に。あ、落ちたリモコンが机からリモコンが落ちた。よいしょ。まあ怖いでしょ。まあ怖いって言ってるけど、みんなそうやから、みんなそうやから。まあ女の人の中にはすっぴんとね、メイクして全然違う人もいらっしゃいますけど、でもそういう人たちってやっぱりほら努力してるんですよ。メイクして可愛く、やばいやばい、濃く入れすぎた可愛くなるためにね、努力してるから、それはそれで尊敬ですけどね。可愛くなろうって思って、多分メイクとか一生懸命研究して、そういうの本当に尊敬する。ちょっと濃くなりすぎた、ぼかす。女の人は大変ね。だって、いや男の人もそうでしょ。男の人もほらファッションとか髪型とか、まあいろいろ、まあその人によって違うと思いますけど。何かしらみんな努力してるんですよ。努力しないのに可愛くないとか言ってるのはダメだと思う。ね、だからいろんなメンバーがショールームしてるよね。なんかさ、ゆりなさ、そのメンバーのショールーム見ようと思ってさ、いつも開くんだけどさ、ショールーム開くタイミングがいつも悪いんか知らんけどさ、結構ゆりなが見ようと思うタイミング誰もやってないんだよね、ショールーム。そう、でも今ねやってるよね、エイトメンバー何人か。さっきちょっと見てみた。でもちょっとゆりなの時間が来たけん、やめたけど。三週行ってくるだって、ありがとう、うれピーマン。よし、じゃあもうアイラインにいっちゃおう。いや、めっちゃいい感じよ。よし、あかりも始めたの、ショールーム。みんなが見たとき、小田とリッスンしかまだやってなかった。
さあアイラインをぼかして、やばい、まつげに時間がかかるからね。ほんと顔面アートですよねこんなの。顔面アートだぜ。よし、そしたらなんだっけ、あ、そう、まつげやっていこうと思います。まつげ、まつげ、さあまつげはまつげが時間かかるからね。何しろまつげ命ですから。いや、まつげ命なねメンバーはね本当に多いと思います。で、私はまつげが短くて逆まつげなので、なかなかまつげが上がらないのですごくショックなんです。マジで調子が悪い時は本当に全然上がらなくて、結構何回も何回もしちゃうんで、まつげの痛みが尋常じゃないんですよ。じゃあまつげ上げていきましょう。ちょっと冷たいけど、ボーってドライヤーとかでやったら上がりや、あったかくなって上がりやすいんですけど、まずドライヤーないから、いやあるんだけどちょっと時間ないから、いや、気が多い日とかマジで上がらんから、雨の日とかは結構やばいかも。あとマスクしちゃうと湿気でめっちゃ下がってきちゃうから、そこがねすごいね大変なとこだと思います。なんか男の子ってみんなまつげ長いよね、そういうイメージなんだけど。リナの弟も生まれた時めっちゃまつげ長くて羨ましいと思ってたから、男の子ってまつげ長いんやって思ってた。まつげ長い人が多いってことかな。どうなんやろ、メンバーとかでめっちゃまつげ綺麗に上がってる人本当に羨ましい。上がった、こっちだけ、こっち曲げます。リーナは根元からしっかり上げるタイプの人間ですね。根元からしっかりなんか3段階ぐらいに分けてクックックって上げる人です。はい、上がった。短いから上がってんの分からなさそう。分からんかな。まあ上がりました。そしたら次にマスカラ下地を塗ります。カール力をキープさせるために下地を塗ります。全然見えてないな。はい、こうしたらいいか、こうね。反対も塗っていきます。やば、頭の中でさ、なんだっけ、
グレンカ、あの鬼滅の刃の主題歌、グレンカが流れすぎててさ、それはなんでかっていうと、さっきまで私がさ聞いてたからなんですけど。上がった、こうやってしたらわかるかな、上がってんの。どうぞどうあと9分、ちょっと乾くの待ちまして、この間にこっちの細いジェルペンシルでこの粘膜のこの白いとこが見えてるのをちょちょちょっと埋めていきます。早く乾け、早く乾け、ちょっとチークが薄なったからちょっとだけチークを足しますね。いや終わりそう、やばい。ユリナ30分でメイク終わるとか、マジでユリナ進化したな。昔1時間以上かかってたんですよメイク、やばくないですか。1時間以上かけてた、もう なんかナチュラルでいいかな、あまりバサバサだとキモいかな。まつげはヒロインメイクのヒロインメイクのヒロインマスカラ、ヒロインマスカラ、自分でも何言ってんのかわからなってきた。あ、ゆりなちゃんいつの間に6位じゃなくて7位になってる。でも6位までの差がえげつ、やっぱほらここまで上がれてもさ、ほらさっきもゆりなが配信で言ってた通り、やっぱこのあたりからきつくなってくるよねって。本当にその通りでびっくりしたわ。ね、そうなんよな、スタートダッシュができんかったけんな。100万ぐらいあるやろ、ほらみんなどうするんよ。ゆりなが100万とか言おったら、そんなん宇宙やわって言ってたけど、ほら宇宙が来たよここで。ね、ちょっとコームブラシで溶かします、まつげを。したら最後にこちらの細いマスカラで、私の毛が短いので最後にこの細かいやつをキャッチできるようにこれを塗っていきます。え、おだって今3位なんですか、21歳から22歳分を。
なんかちょっと覗いたら3位をキープしようみたいなコメントがあったから、すごいですね。それはそれはすごいですね。よし終わった、すごいユリナマジで頑張ったわ。あとはホットカーラーでまつげを上げたら完成。ちょっとこれ熱が温まるまで待ちますけど、できました。あと口を塗ればいいだけ。まあ、口は何色でも正直いいんですよね。いや口がさ乾燥でさ荒れ地なんですよ。だからもう本当にショックなんですけど、荒れ地の唇今ゆりなちゃん。できた、完成、てってれん、できました、おメイク完成です。どうですか、可愛くなりました、ありがとう。こんな感じのメイクになりましたね。多分薄いのは目の下にこれ入れてないから、入れるか迷うな。いつもこの下に入れてるじゃないですか。薄く後で入れるか。とりあえずランキングを読みたいと思います。13位ホークさん、12位アキラさん、11位おかやんさん、10位つっちーさん、9位十次郎さん、8位プロプロティさん、7位ヨッピーさん、6位横ゆうさん、5位たかさん、4位マーニャンさん、3位ユミゴンさん、そして2位はるたろうさん、そして今日の1位は大谷さんです。大谷さん、くまさんのタワーありがとうございます。ありがくまさんでした。はい、というわけであと1分。やっぱ充電がなくなってきたんかもしれん。ホットカーラー全然暖かくならないんですけど、今日は久しぶりに前髪をねセットするか迷う。それもう前髪言うこと聞かないんだわ今。まあ、後でセットしますね。なんか次の配信までにはちゃんとセットしてきます。それでは次の配信は14時25分の15分配信です。よかったら皆さん見に来てください。お待ちしています。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。あ、縮小してないわ、ゆりな。はい、縮小。